2015年7月11日、韓国の掲示板サイトで、このほど、韓国人の夫と日本人の妻の夫婦が出演したバラエティ番組の一場面が取り上げられ、話題になっている。韓国のスレッド主が注目したのは、日本人妻の悩み、と題された一コマ。韓国人の夫が、幼い子供のおむつを替えていると、妻が、毎回、ごめんね、ありがとう、なんて言う。家族なら当然のことなのに、しょっちゅう謝られるから、夫婦喧嘩にまでなったと訴えた。これには、MC の韓国人男性も、父親がおむつを替えることもあるだろうに、なぜ謝るのか?と疑問を投げかけた。妻が、ありがとうは、言わないものかしら?と尋ねると、出演者の欧米系男性が、妻には一度も謝られたことはないと応じた。スレッド主も、日本人妻の発言はちょっと行き過ぎでは?と綴り、韓国のネットユーザーからは、様々なコメントが寄せられた。日本の文化でしょ。羨ましい。当然のようにやらされるよりも、ありがたがってくれた方がいいのでは?日本人は、小さな親切にも、負担に感じるくらいありがたがる。他人には、夫のことを主人と言わねばならない日本らしいよ。日本では、ありがとうの意味で、すみませんと言う。日本では、ひどい場合、道で肩がぶつかっただけで、本当に申し訳ございませんとまで言う。家族関係も他人同士が出会った一つの共同体のように思っている。日本は、日中韓3カ国の中で、女性の人権が最も低い。それだけ女性が抑圧されてる社会ってことだ。育児は男女一緒にするものなのに何がありがたいんだ。知らない人を助けたわけじゃないからいらない親切だと思う。僕もおむつを替えてて毎回そう言われたら妻との距離感を感じてしまうだろう。韓国人が通りすがりの友達にどこ行くの?と聞くのと似ているのでは?どこに行くのか毎回聞くのは、よく考えてみればおかしな話。